はい、というわけで今回は伊達の倉さんからお肉をご提供いただきました。3つ種類が分かれるんですが、1個目が大トロ牛タン、塩味と味噌味があるんですよ。この大トロ牛タンっていうのがこれぐらいの牛タン1本から5、6枚しか取られへんくて、めちゃくちゃ貴重、希少部位って言ったらいいの、希少な部位なんですよ。こう芯って言われる部分でめちゃくちゃ脂乗ってるので、それが塩味と味噌味で、あと次がこっちの豚タン、厚切り豚タン、牛タンを専門にしている方がもうこう研究を重ねて作られた豚タンなんですよ。だから牛タンと比べるとどっちかというとあっさりした感じで、お子さんとかお年寄りの方から老若男女皆さん楽しんでいただける、そんなお肉になってます。でこっちの、最後が選べる牛まぶしセットってなってるんですよ。でこのセットがいわゆる牛タンホルモンへつまぶしの新感覚メニューになってるんですよ。作り方めちゃくちゃ簡単で、ここら辺の食材炊飯器にご飯と一緒にバンって入れてパンって炊くだけで美味しいのが作れちゃうっていう、素晴らしい。牛タンオンリーとホルモンオンリーのやつがあるんですよ。2つセットになったものも販売されてるみたいです。じゃあ今からちょっと食べていきたいと思うんですが、こっちの牛タンたちは焼いて食べて、でその間にお米でさ炊く時間がいるから、これは最初に炊いてもう一緒に食べちゃおうと思います。こっちのホルモンミックスは最後にちょっと食べていきたいなって思ってます。準備していきます。はい、というわけで準備できたので早速食べていきたいと思います。めっちゃ綺麗じゃない？すごいよね。なんかね、程よくこう脂が乗ってるもわかるんよね。でこっちがトンタン、でこれが牛タンひつまぶしの完成ですね。牛タンの量がさすごいんよね。これでだいたい2号でちょうどいい、ちょうどいい。でも2号に対してもこれ牛タンの量すごいけどね。あとレモンとかネギとかいろいろ用意してるのでいただきます。焼き方はね、伊達の倉さんの YouTube とかで検索するとさ焼き方が出てくるんよ。それを見て焼きたら絶対美味しくできると思うから、よいしょ。じゃあこんな感じで焼いていこう。めっちゃ分厚い、分厚そう。わかったって。めっちゃいい感じに焼けてよ。うん、焼き上がってもこの分厚さ、なんかこの牛タンってさ職人さんが一枚一枚手で切ってるんだって、すごいよね。何もつけずにそのまま食べてみよう。こんだけ分厚いのにさ、噛むとサクって噛み切れるし、噛めば噛むほどこう旨味と肉汁が溢れてくる感じ、めちゃくちゃ美味しい。よし。
と味噌でちょっとだけ焼き方が違うね。ここだけちょっと見てかもしれない。お、めっちゃいい香りする。めっちゃ美味しそう。なんかちょっと甘めの味噌で、なんか味噌のところがさ、こうちょっとだけこんがりしてて、で牛タンちょっとプルプルの肉汁じゅわってなる。めちゃくちゃ美味しい。白米食べたいね。うん。お米が炊けた。さ、食べとる間にうちの豚タン焼いていきたい。厚切りトンタン1パック 100g で分けて冷凍されてるのって。もしできる。うちの次が厚切り豚タン。国産の豚タンだけ使っとって、お肉の色とかサシの入り方とかを全部こうチェックして手作業で全部仕込んでるんだって。めちゃくちゃ美味しい。牛タンと比べるとすごいあっさりしてて、でも旨味がすっごいギュッて閉じ込められてるの。細胞とかが破壊されないように急速冷凍されてるんだって。多分その分余計に旨味が詰まってるんじゃないかなって思う。本当にあっさりしてるからすごいペロッと食べれちゃう。牛タンまぶし、これが2合分です。これ美味しそう。もう香りがとりあえずすごくいい。食べ方がね、3段階かなあって、まず最初は普通に食べる。待って、めちゃくちゃ牛タンの中からも出てきた。お米と牛タン半分ぐらい、よいしょ。でまずはそのまま食べる。2個目が薬味入れて食べる。薬味もね一緒についてきてるん で最後がお出汁でお茶漬けができるんよ。めっちゃ美味しそう。できます。うん、めちゃくちゃ美味しい。なんかね、牛タンの旨味がこうお米全体にしみしみになっとって、白菜のさ、お漬物が一緒にこう入れて炊いてるからさっぱり食べれる。うん。
これは美味しすぎる。すごいペロッと食べれちゃうね。次の2個目の食べ方の薬味入れて食べてみ、これかけてこう、すごい山椒のいい香りがする。山椒が入ってすごいちょっと爽やかな感じになるんだけど、このフライドオニオンじゃない、フライドガーリックがさ、パンチがあるっていうか、ちょっとカリカリした食感も入ってすごい美味しい。ご飯の中に入ってる牛タンがさ、旨味とか出汁が全部できた後じゃなくてさ、ちゃんとこの牛タン自体にすごい旨味詰まってるよ。すっごいこっちはね、薬味入れてね、爽やかに食べれた。じゃ最後お出汁入れてお茶漬け出していく。ちょっと見えんな。こう、だし、見て。美味しそう。うわ、めっちゃいい香りする。で、これにわさび。お出汁だけ飲んでみようかな。なんだろう、すごく優しい気持ちになる、これ。なんかほっこりする。炊けた。なんかね、全体的にちょっと優しい味なんだけど、そこにさ、わさびが入っているから足がちょっと締まるんよね。めちゃくちゃ美味しい。これは締めだね。そんな感じで全部紹介できたと思うので、あとはね、用意したネギとかレモンとかでちょっと味変しながら食べていきたいと思います。私なんか今回ホットプレートで焼いてるけど、フライパンとかバーベキューの時とかね、網とかでも焼けるみたいだから、手軽に食べられていいよね。冷凍いただくから解凍して焼くだけで食べれるから、めちゃくちゃお手軽。
レモンつけて食べたいな。最後、もつまぶしセット。たん時と同じで、たくさん。味付き牛タン、赤千枚、蜂の巣、ミノ、牛小腸、5つか、が入ってるの。見る？すっごいたくさん入ってる。おいしい。最後のご飯、最後ね、この中に出汁を入れることによって綺麗になるから、こう飲むのが好き。牛タンラスト、うん、うん、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、というわけで今回はお腹いっぱい牛タンを食べたんですが、解凍して焼くだけで食べれるよっていうすごいお手軽で、でもめちゃくちゃ美味しいお肉でした。冷凍されたままやとだいたい半年間は保管が効くみたい。概要欄の方に焼き方の動画であったり、あとは販売のそのページとかも記載させていただきますので、気になった方はぜひ見てみてください。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。